お好きでやっとおちょめのドバドバ大放送。が早速ね始まったね。はい。もうね、こんだかね、もう寒い。寒いんだよ、今日。はい。マイナス4度ですよ、本当に。やってらんねえっすよ。やってらんねえな、おい。おかしいなぁ。ということでね。はい。で、G1 とね、このね、ダウンの組が、はい、今日もお届けいたします。はい。昨年ね、ダウン大好評だった。はい。あの、ウピチューブサバゲ。はい、はい、そうですね。皆さんありがとうございました。ね、ありがとうございます。でね、ウピチューブサバゲっていうのはね、こう今回のね、このうちウピチューブの動画の中でね、うん、まあこういろいろうちだとか、まあ皆さん交流をね、はい、どうみたいなそういった企画のサバゲのイベントだったんですけど、ええ、ね、80名近くもね、お客さんが集まっていただいて、ね、本当ありがたいことです。ありがとうございます。本当にね、はい、まあ当日ちょっと寒かったんだけどね、うん、みんな来てくれてすごい楽しんでもらっちゃって、そうですね。うん、よかった。一応ね、ユピチューブ騒ぎということで、まあ、うちらもね、ドバドバ大放送も一応絡んでるから、はい、そうですね。まあ、そこでね、ちょっと面白いね、まあ、ユーザーさん、ちょっと変わった装備してるユーザーさん。そう、ちょっと ね、目に留まった方をね、はい、何人か、ちょいちょいと、つまんでピックアップ、はい、はい、しましたんでね、はい、ちょっと早速、ちょっと VTR のね、そうですね、はい、そちら見ていただきましょう。はい、では、VTR、スタートはい、というわけでですね、今日はこちらはですね、ウピチューブサバゲね、やってまいりましたよ。どうですか、ボス。あ、今通りましたけども、ボス、はい、ドバドバ外でのロケっていうのは初めてじゃないですか。そうですね。ね、はい、でですね、今日ちょっと参加してくださってる参加者にちょっと気になる方がいたんでお呼びしたいと思います。じゃあ絡んでもらいましょう。はい、どうぞ。でーでー、おこちら、サバゲネーム的には何とお呼びしたらいいですか。忍者スレイヤーです。忍者スレイヤーさんです。すごいですよね。おこポイントとしては、こう、ここを見てほしいっていうのあります。やっぱりこの、発火できる光る目ですね。あー、この右目を見てください。光るんですよ。おはい。でも実際サバゲでなると外します。あー、固めになっちゃうんですね。厳しいですね。でもそこを潰してでもこのコスプレ、あー、さすがですね。魂こもってますよ。素晴らしいですね。ちょっと一周ぐるっと回ってみていただいていいですか。あー、ちゃんと後ろもね、これ見てください。もうちゃんとたなびくようになってます。たなびくようにね。すごいですね。ありがとうございます。あの、あなたのサバゲネームは何ですか。あ、なんだって。ちょっと耳遠いんでね、サバゲネームを教えてください。パンダークと申します。だパンダークさんです。いつもありがとうございます。今日はちょっと、はい、あの大きいいつものパンダのかぶりは、あ、どこさ行ったかね。あ、ちょっとわ からないということでですね、今日のキャラクターはこちらは、今日はじいさんです。じいさんですね。そのままでございます。耳が遠くての、はい、耳は遠いしね、目も遠い、目も遠い、目も見えねえし、まあ、腰も痛いし、足も痛いし、もうダメだ、もうもう全然ダメだ。はい、だいぶヨロヨロでございますけれどもね。もう頑張るぞ。これポイント的には、おすすめポイントとしては、もう見たまんま、見たまんま。まあでもね、よく見ていただくと分かるんですけど、このメガネだいぶね、度はきついんで、でもちゃんと内側に内側にちゃんとゴーグルしてるっていうところがね、なるほど。やっぱりやっぱりね、はい、あ、ちゃんと真面目に入ります。ここそうちゃんとしてもやってます、ね、ちゃんとやってくれてるっていうところね、安全面はちゃんと気をつけます。私たちのね、こういうサバゲのイベントに来てくださる人たちはね、こういう最低限ね、ルールとマナー守ってくれるっていうところは嬉しいですね。ありがとうございます。完全にネタです、ね、はい、完全ネタで大好物です。映ってる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 。あの、ちょっとごめんなさい、ちょっとあの冗談じゃないよ、撮影中なんで申し訳ないんですけど、冗談じゃないよ。
用なんじゃないよ。ちょっと出たがってる人がいるんで、ちょっとあの話してみたいと思います。あなたは、サバゲネーム的にはえ一応 G って言われてるけど、うん、G だよ、冗談じゃないよ、冗談じゃないよ。はい、まあ、G さんというふうなことでですね、とても絡みにくい方なんですけれども、まあ今日はね、こういった形で参加してくださっております。はい。参加しちゃうよ、参加しちゃってるよ。はい。ですね、本番になるとね、ちょっと声が張れなくなるっていうね、ちょっと致命傷があるんですけれども。ちょっと手ちゃうよ、手ちゃうよ、手ちゃうよ。この今日のポイントは、一番のポイントはここ見てっていうのは。いや、どこだろう、どこだろう。ごめんなさいね、本当本番に弱いんですね、この人ね。あっち来たんだよ、あっち来たんだよ、これちょっと。はい、ね、こう話もね、かぶってきちゃうんでね。はい。もう、やっちゃうよ、やっちゃうよ、本当に。冗談じゃないよ、本当に。この顔、持ってるヘルメットは冗談じゃないよ。冗談じゃないよ。はい、ここですね。はい、ここ見てあげてください。はい、こうな、こういうことでございますね。はい、はい、はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、すいませんでしたね。ちょっと目を汚してしまったようで申し訳ないんですけれども、こういった楽しい方たちが集まっております。こちら。うわ、危ねえ。こっち向けんな。おお、回るよ。はい、ということで、はい、今日こちらね、一緒にこのウピチューブサバゲに参加してくれました。今日のサバゲネーム的には何とお呼びしたらいいですか。レザーフェイスで。そのまんまでございますね。はい、レザーフェイスさんでございます。すごいねこれ、はい。実際に稼働するんだね。はい、頑張って作りました。おお。大体制作期間はどれくらい。1ヶ月。1ヶ月で。ちょっと材料を集めるのに時間かかったんですけど、作るのだけだったら1ヶ月でできます。これは銃口もちゃんとあるんですけども、弾も実際出るんですか。出ます。お、弾も出る。はい、動かしてみる。すごいねこれ。すごいね。いやすごいね、頑張ったねこれは。で一応ここのモーターだけだと音が小さかったんで、うん、これでこういう音を出しながら一緒に回そうかと。何のモーターかなってちょっとね、実際ちょっと思ってたの。はい、うん、なるほどね、はい、音マシマシにするためのモーター。はい、ああなるほど。じゃあまさに今日おすすめポイントはこの、そう、この銃です。銃、これ銃って言ったらいいの、それともノコギリなのかな、どっちなのかな、分かんないけど。でもね、はい、まあ、これを使って今日は楽しんでいただけるということでね、はい、ありがとうございます。レザーフェイスさんでした、ありがとうございます。はい、いやー面白い人たちが ね集まったね。なんかね、うちらのこのバーセット、まあこのイベント、うん、うちらのサバゲのイベントって、うん、ああいうなんていうのかな、ちょっとまあ言い方悪いけど、うん、まあ、変な人たち、はい、コスプレ集団、変わった人たち、はい、うん、結構ね昔から走りなんだよね。そう、うん、うん、結構ねああいう方でやっていただいて、うん、でまあだんだん広がってね、今いろんなところ来てるけど、うん、まあね、特にね、GTOZ さんね。そうですね、昔から出ていただいてる、はい、ね、あの人変なおじさんの格好してましたけど。そうですね、はい、まあ分かる人は分かる、昔のね、はい、あるキャラクターをやってるんですよね。リアルで、あのウピのメンバー誰って言ってました。はい、知らなかったです。誰一人、ウピのメンバー誰一人知らなかったです。はい、やっぱもうちょっとジェネレーションギャップを感じるかな、はい、感じちゃうのはしょうがない。しゃねーなー。そこはしゃあない、うん、あとね、ああいうなんか本当にこういう忍者の格好してたりね。そう、いや、かっこいいんだよ。すごいね、あのね、作り込みがすごいんだよ。すごいね、うん、びっくりするよ、うん、ああいうのはちょっと真似できないね、うちらは。そこまでいけないね、うん、できないできない、うん、ああいうのやっぱ作っちゃうっていうのはやっぱすごいなーって。いやすごいよ、うん、あとあのレザーフェイスのさ、あのノコギリ見た、あれあれちゃんと動くんだよ。あれすごかったね、よく作ったねと思ってたよ、うん、本当に。なんかベースはね、うん、ミニ見つかって、エアンドケアでミニ見つかって、であとモーター仕込んでね、そう、ちゃんとその回るモーター音を再現するために別にもう一個モーターをつけましたっていうね。あのね、無駄な努力が最高。はい、あのそういう変なね、はい、頭のおかしいこだわりはね、素晴らしいと思う。素晴らしいね、うん、だからこういう
まあ、ユーザーさんが最近増えてるから、まあまあ、もっとね、まあ、サバゲももっと面白くなっていくのかなみたいな。そうね、うん、まあ、昔はほら結構リアルね装備してしか、そう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 、もう全部ちゃんとね、モノ本揃えてみたいなね、そう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 、感じじゃないともう来ちゃダメみたいな変な世界だったからさ、うん、今では違うもんね。今違う、全然もううちなんか特にそうだよ、もうウェルカムウェルカムだから、まあそれの方がいいかなみたいな、楽しいからね実際、うん、ちょっとね今年2020年はねいっぱいイベントやって、うん、ちょっとそういうお客さんとかさもっと楽しくやっていこうみたいな、うん、そうだね、うん、うん、まあもちろんそういうリアル装備の人も全然もう OK だからね、うん、もうそういう差がギャップがあるのもまた面白いからね。そうしよう。うん、うん、うちのイベントもね、近いうちは多分サバゲイベントは3月20日と、3月20日、うん、千葉県バトルシティで、はい、ガス風呂野郎祭り、北ガス風呂野郎祭りね、いい時期だね。ガス風呂大好きだから、うん、多分ね今年で結構暖冬だからね。ああもういけるんじゃね。3月の下旬は結構暑い気が、うん、で意外にいつもうちのイベントって3月20日前後でやってるのよ、このガス風呂。そうやってる、やってるやってるん で、 で実際動くしね、動くから、うん、多分ね大丈夫と思うんで、皆さんねガス風呂でやりたいぜって人はね、はい、ちょっと応募待ってます。お待ちしております。お待ちしてます、はい、また詳しい詳細はまた後日、はいはい、発表しますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、ボス、お正月はどうやって過ごしたの？お正月はね、駅伝見てました。はい、みんな見てるね。もうとりあえず箱根駅伝、ね、駅伝見るしかないから、うんうん、しょうがないね。止めたないしだ。俺はね、一人で寂しく、うん、車でおでん食ってました。一人車キャンプですか？はい、いやー寂しいね。誰も遊んでくんねえんだよ。まあ普通ね、あれ、それ大晦日？正月？本当に大晦日、年越しです。あー、はい、年越し、はい、2020年になったところですね。はい、ちょっとね、そのシーンがね、うん、実はあるんですよ。あ、じゃあちょっと見てみようか。はい、あ、ちょっと見てください。あ、こちらの VTR です。はい、どうぞ。はい、明けましておめでとうございます。寒い寒い、2020年来たね。寒いわ。はい、じゃあ、はい、はい、湯気で何も見えなくなっちゃう。きしめんおでんでございます。うわおおおおお、わあ、除夜の鐘聞こえるね。はい、はい、というね、これそういう、まあ、一人でこうカメラセッティングして一人で撮ってるんでしょ、これ。はい、そう、全部一人で。寂しい、誰もいないから、これ寂しいよ、ね、寂しかったんだよ。年末ぐらいやっぱちょっと可愛い女の子と一緒にいるとかないのかよ、これ。なかったね。きしめんとおでんが友達だったんだよ。チョメさん、嫁さん募集中です。絶賛募集中です。待ってますから、 ここに詳しくこう、はい、はい、出るのかい。ここまでここ、ね、うん、ね、年齢は関係ないそうなんで、はい、もう全然、はいはい、大丈夫ですよ、はい、そしたらね、チョメさんもしね、お嫁さんになってもらったら特典がついてます。何の特典がついてるんだ。俺が盛大にお祝いして。あ、ボスゲリラさんの盛大なお祝いがついてくるっていうね、はい、これはすごいね。ね、うん、すげえか。すごいと思うよ。だってこれ YouTube 見て、ね、おちょめさんとお付き合いしたいって女性がいるかもしれない。ね、いねえだろ。いや、いるよ。いるって。いねえだろ。俺なんかこんなマスクで付き合いしてくれる仲じゃないんだから。ねえ、もう
いやいやいや、こんなマスクじゃ出ていねえんだから。はい、本当にね、こんな寒いスタジオの中でね、何をおじさん2人でやってるんだかね。マイナス4度ですよ、はい、本当マジだからね。息が白いだろこれ。寒いな本当に。うん、まあ ね、まあこれでね、ちょっと楽しい、もし今年もしかしたら楽しいことになるかもしれない。そうだね、うん、もしかしたら、今度のまあ年末にね、今度は俺一人ではない動画が撮れるかもしれないねえ。いや嬉しいな、ドバドバ見てね、そして、ね、彼女ができちゃったらね、俺も最高だよ。そらまあね、うん、これ冗談じゃないからねこれ ね、うん、ね、冗談じゃないからね。ほんとね、俺に来るのかな。翔平さん、街で嫁さん探してます。お願いします。はい、頑張ります、はい、待ってくださいね。はい、応募してます。はい、お願いしますね。募集中です、絶賛募集中でーす。はい、よろしく。よろしくお願いします。なのかな、俺ちょっと、うん、はい、不安しかねえけど。はい、で、うん、今年はね、なるべく撮るよね。俺もバイク免許を取ってバイクも買ったし。あ、そうだね、今年の春夏はさ、あのバイク、ね、ツーリング動画とかやろうよ。やろうよ、いいね、やろうやろう、やろうやろう、うん、ちょっと好きなことやって、うん、ちょっとみんなにね、ちょっと教えてあげたいね。そうだね、はい、こんな楽しみ方あるぜみたいなね。お願いします、よろしくお願いいたします、はいはいはい、また楽しいひとときがね、はい、また楽しかったひとときが今はもう過ぎてゆく、はい、はい、というわけでですね、はい、かっくら金大放送、はい、かっくら金じゃねえ、知らねえからみんな。またこのネタかよみたいな。大好きだったんだ、しょうがねえな、うん、ねえ、まあそれはまあ、かっくら金もわかんねえ、昭和じゃねえからわかんねえよみたいな。はい、じゃあとりあえず、まあ、じゃあまた、はい、皆さん、ドバドバ楽しみにしててください。はい、チャオーテテ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 マカンコンサートマカンコンサートすげえな、すげえの出したな、おい。チャンネル登録よろしくねー、イエーイ。